はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 ジャ,ンジャニーズ WEST ライブツアー2021レインボーというですねこのライブ映像を見させていただきながら私が勝手に思うままにいろんなことをお話ししていく動画今日で8本目に。 なりますね、えー、前回はですねまさかの MC を全部見たところで時間いっぱいということで一曲も歌を聴いてないところで終わってしまいましたけれどもその MC の最後でね下からせり上がってくる桐山くんを上から撮る小滝くんという映像がありましてで今も全 全部上がってきまして、ね、こう上がったり下がったりもスタッフさんとの連携も素晴らしかったですけども上がりきってこれから桐山君が「金参道」という楽曲を歌うそれ三振を持ってるんですよねこれいろんなみんなねただただ歌って踊って顔がかっこいいだけじゃなくて楽器まで 弾きながら歌うと本当に特にジャニーズ WEST そういうメンバー多いですからね素晴らしいと思いますけれどもそれでは行ってみましょう1時間6分48秒のところからいきましょう再生ポンさあ座ってゆったり聞いててくださいと桐山君このね MC の時はみんなこう座ってましたからねお客さんたちさあ三振とここにサングラスを一つねかけて上はニット帽みたいなかぶってますね桐山君。 さあ今ちょっとブルーレイをキュルキュルキュル読んでいるところです。ちょっと待ってくださいよ。今固まっちゃってますから。ライブどう楽しめてるとは切れなくはい。みんなオレンジのライトを振っております。ペンライト。久々やからなと。とこっちも幸せな気分になるね。と。なんかさ。と。久々にこうやってペンライトの色とかね。みんな見てる。うわ。みんな振ってる。なんか喋った時にさ。メンバーカラーにしてくれるとかね。うん。何ウエストの,ウエストのファンの皆さん。まあ、ありがとう。優しいね。と。 こんなの笑顔とか見れるのはやっぱ幸せなやと思いますと。あとやっぱり俺から言ったらメンバーの笑顔も好きやし家族親友の顔も好きやしなんかそういう幸せなこと多いなと思ってる中でもう一個俺が好きな景色ができたんですと、うん、それが沖縄の景色でしたうんいいトークの流れ今年31歳で初めて作詞作曲をしてみてすごいこういう好きな景色を歌えたらなと思って一曲作ってみました。 皆さんにもそういう好きな景色とか顔笑顔あると思いますがそういうのをイメージしながら聴いてくださいとそれでは俺からの気持ちを受け取ってくださいといい入りですね見事お客さん拍手じゃなかった波の音だったタン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 とお客さん拍手来ましたタン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 と難しいフレーズタン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 いい笑顔ですきれいなくタン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  タン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 ってこう一本ずつ弾くから大変ですよねメロディーを「払うより2時間早く目覚めたじん調子の僕今日はビシッと伝えると鏡の僕と約束」うわすごいね。 ものすごい引き慣れてる感じ出てる。風も来て、嬉しそうに向かう足音。高い。同じ気持ちですか。うわ口の合い方素晴らしいね綺麗な声。方あなたを<ン>いつもいつ後ろに綺麗な絵出てきました。二人青い空とともに。 小さな波の音も入って海を咲いていためてバラ音追ねるとすぐ涙するなんか女の子の絵も出てきましたそ,<う>そんなすべてが愛しくて優しいメロディー一番好きになるこの場所で あなたとありかんぱーいわあい,いやい,いやさあさあといい声桐山くんあなんか動画撮ってる映像出てきたあいやさあさあとあ彼女が撮ってる風の桐山くんの映像ねっていやさあさあとコーラスが入ってはははわあおいしそうな顔して食べてるわそしてスキューバダイビングやってる映像に変わるみたいさあさあ タンタタタンいつもの砂浜まつりうかぶ月明かりとともに眠いつくよなにまつめてわらおおいいねおおだけどにこっとした口で わあ綺麗みんなオレンジのライトで「うん、そんなすべていたしくていい声」「何気ないこの時間求めてお客さん振りながら」「あなたへいいビブラートこの歌をいやいやさあさあ」とすご すご「い安定いつかは隣で二人あなたに会える日を」見事な声です桐山君すぱらしい本当にあの安定したいや埼玉と安定した修行君来た。 真ん中のステージに来て今から歌うようなんやけどさとギター持ってきたありがとうペンライトサンキュー上の方もありがとうとこのみんな赤にしてね今年の4月にねと僕のお父さんが退職してギター持って地べたに座るのこれ地べただ30年以上かとサラリーマンとして働いてきたんやけど働いてるとこねって見たことないなと思って、うん、職場でのおとんって 元々寡黙な人で、うん、無口やから家でもでこの前ねえとほんま最近おかんがそのこっそりさおとんが退職した時に同僚の人からもらったアルバム、えー、写真とかの寄せ書きとかがいっぱい書いてるやつをこっそり見せてくれたええおとんは大液に見せんなよとか照れとったんやけど うん、見せてきてさと。うん。面白かったなそれがと。会社での写真もそうだしと。どっか地方に出張に行ってる同僚さんとの写真撮ったりとか。へえ、そんなの作ってくれたんだ。一緒に働いてた人が。ダンディーな重岡さんの声が聞けなくなるのが寂しいです。弟ダンディーだったよ。<laughs> めっちゃ笑ってる。<laughs> わけわからん。家で見たことないような笑顔で。 笑ってるスナックでの男の写真ってめっちゃ面白くてなるほどねで最後だからラ笑いながらめくってったらうん最後のページに俺が馬からえ俺が今から歌う歌の歌詞が貼ったの同僚さん同僚さんが聞き返したんやろなと嬉しくなっちゃってその時はうん お疲れ様でしたというこの気持ちとこれからよろしくお願いしますの気持ちを歌いますとサラリーマンのお父さん志賀君ギターとここにね中場剛さんみたいにこうブルースアープをつけて「てててカ」「てン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 てすごい地べたに座って弾くみんな赤いライトにちゃんと変えてね「笑顔と」 気が混じり出した近頃の誕生日へこんだ缶コーヒーをキャラのまんまちゃんとしたくちゃセ責任の肌触りをいい声出てるし岳岡君 返す自分の意味を何より誰かのために生きる難しさを赤いちゃんちゃんこ着せられてれて笑うあなたの背中思い出す世界一だって ことない金持ちってほどでもないけどスーパーマンも勝てないサラリーマンのお父さんなるほどいいねスーパーマンにも勝てないサラリーマンお父さん赤ん坊の僕を抱きしめたいつかの背中と思ってるあなたの覚悟がこの僕だからだからいい

今年だと助手席ぬるい風のエアコン生まれて死ぬまで僕らあなたの息子だからな赤いちゃんちゃんこきせられて寝て笑うあなたの背中を追いかける いい笑顔。姉さくれ会社に向かう。幸せ背負ったサラリーマンのお父さん。親子子って何かできるかろう。俺もゴルフ始めようかな。うん、これ以来よりできた。 誇らしく思うよ。あなたの人生サラリーマンのトさサ憧れのトさサ僕だけのトさサブ,ブルーサープ。いや、すごい。しげくん、これは熱い歌だね。 素晴らしい,いや「サンキュー」と言いながら帰っていきましたいやがくんの、ね、お父さんに対する「お父さんへのサラリーマンのお父さん」という歌でしたけれども、まあ、これはねもう私も含めて皆さんねお父さんがいないとこの世に生まれてないわけですから。 まあ皆さんそれぞれいろんなお家があると思いますが、まあ、あの昨日のね MC の時の話でも言ったんですけどやっぱりねあのなんつうかこう等身大なんですよねわざとこう作ろうとしないというかだからタイトルだけ「サラリーマンの父さん」っていうねタイトルを見ると。 なんかもうちょっとこうねかっこいいタイトルもつけられそうな気もしないでもないんですけどでも今こうやって楽曲聴いたらやっぱ「ここれははののタイトルはサラリーマンの父さん」ですよンーンとこう熱く歌ってますけどなんかこうねおひげおばくんいうのは口角が上がっていつも笑顔な感じで歌ってるからこそ余計になんかこうグッとくるっていうかね 俺だけの父さんはこれみんなも絶対そうですから、まあ、その仲がいいとかね例えば良くないとかっていう以前にもう絶対的にお父さんもお母さんもそうですけどねなわけですからでその人がこう一生懸命働いてくれたことによって重岡君のお家はこうやって大きくなるまでね、えー、暮らせてこれたわけですからなんか改めてこうね自分の皆さんもね えー、親ということを考えた時にあんまりこうやってこう真っ正面にね「えー、ありがとう」とか「かっこいい」とかっていうことをなかなか言う機会がないと思いますけどやっぱりこういうねミュージシャンというかアイドルというお仕事を重岡君がしていることによってこうやって伝えられること自体はすごく、まあ、いいことだと思いますしそれをまあこうやってねたくさんのお客さんの前で歌うというところもなんかすごく愛にあふれた感じでいいですよね。そしてもう一個は その弾き語りでこう歌ってるのそれがここねちゃんとリズムもコードも弾けてそしてブルースアップも吹いて歌ってるっていうこの一つの弾き語りのスタイルもものすごいかっこいいですしあのたどたどしさもないしね素晴らしいなと思うんですけどそこに途中からバンとバンドが入ってきた時に私見た瞬間にはこのタイミングどうやってね合わせてバーンと伴奏の音を鳴らしたんだろうなと。 思ったぐらいそのシゲの好きなリズムというかね、好きなため具合でバンとこう音が鳴ってきたので、どうしてやってるんだろうと思ったらですよ。後ろから生バンドが降りました。ただやっぱりね、さっき言ったみたいにこう地面に座ってギターでこのブルースアップってなると、もう一つ形が出来上がっているので、ここにバンドが入ると想像は私全くしてなかったので、すごい意表をつかれたというか。 い,いタイミングでなんかバン入っもどうやって入ったんだろうこのタイミング難しいのになと思ったらわこのスタイルに生バンドがサポートで入るんだっていうこの音楽的なちょっとこうおしゃれ感というんですかねかっこよさもありましたしで決してあの歌詞の、ね、内容というか歌詞に載せてある言葉たちというのが一般的にこう歌に載せる歌詞の言葉じゃない音。まあ 父さんなかなかこうストレートにね歌詞に乗っけにくいにくいといかあんまり乗っかったことのない言葉がいっぱいね何十年何十年,十年何十年とか、えー、スーパーマンとかねそういう言葉っていうのはなかなかこうかっこよくメロディーに乗せるの難しいんですけど見事に重岡君の歌い回しによって曲の歌詞として成り立てたと思います。 い,やいい曲でしたねこれもそして、えー、一つ前に戻って桐山君の「かな三道」という楽曲ですけどもこちらもですね三振を弾きながら桐山ん歌っておりましたけど歌い終わった時に言いましたけど本当に歌声の表情豊かだし、えー、言葉も一つ一つすごく綺麗だしで「お」の音とかで高い音伸ばしてる時でもこれは重岡君と共通ですけどやっぱり口角が上がって出しますので。 おーってこう縦の口でねらない,あーっかわい,い,、ね、いに高い音が抜けやすい口の開き方をしながら高音の「お」の音というのをね、えー、出せてる桐山君そして、えー、初めてね楽曲を作ってみたというふうに言ってましたけれどもにしてはね本当に何て言うんでしょうあのちゃんとした曲ができてるっていうのもちょっと言い方が良い,いかどうか分かんないですけど。 初めて作る曲ってなるともうちょっとこうね淡々としちゃうとかまあもっと言ってしまうと飽きてしまうようなねえちょっとこう展開があんまりないような楽曲になってしまうことが多いんですけどまあ今までいろんな楽曲をねこう歌ってきたジャニーズ WEST のメンバーとしてそしてえ他かのねメンバーが自分たちで作ってるオリジナル曲なんかもたくさん聴いてきた中で改めて自分が作るとなったらということで作った曲がやっぱおしゃれなな 曲でしたねそして桐山君のもともとの性格というのも曲の中歌詞の中に出てるようなすごくこう柔らかくて優しい楽曲だったなとでそれを三振を弾きながらこう歌われてますけどあんなにね見ないでメロディーソロのフレーズを弾くって相当練習してないとできないですよ。まあ、私はギターぐらいいしかでできないですけど それだってこう見ないで弾けるようになるところまでは結構やっぱり慣れる時間が必要なんですよね。だから自分が初めて作った楽曲を、えー、三振を弾きながらあ,あやって歌うって非常に難しいというか勇気のいることだと思うんですけど、もう歌いながらのこの指の動きであったりとかリズムの取り方もすごくこう慣れていて。 ととててても初めての曲を三振持ちなながら歌ってると思えない安定感ありましたね本当にこれも神山君がねソロの時にも言いましたけどああやって弾きながら歌うっていうところまで行くところまで相当練習を重ねないとなかなかああいう,こう慣れてる感というのは出せないもんなんですけどうまく出ててすごいなって本当に思いますお見事だったと思います。 はい、ということで、えー、今回はこんな感じでねソロの楽曲をまた2曲見させていただいて、はい、おしまいにしたいと思います続きはまた明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。